アンパンマン、アンパンマン、何色の粘土で遊びたい？僕は、そうだな、緑が好きだから、緑。いいよ。じゃあ、アンパンマンは緑ね。じゃあ、僕は、紫。これで、面白いもの作ろう。賛成賛成。あ、こんなところに何か不思議な形のものがあるよ。きっとこれはあれだね。そうだね、あれだね。じゃあ僕はこっちの紫の粘土をこれをこねこねこねして、このままじゃちょっと大きいから、よいしょ、ワニくんカッターで半分こ、よいしょ、半分こ、半分こしたよ。そしたら、この型に入れて、ぎゅーぎゅーぎゅーっとしたら、このいらないところを、ヘビくんの尻尾で、こうやって取っていくよ。よいしょ。そう、こんな感じ。そう、こんな形。ぎゅーっとね。僕は完成。じゃあ次、アンパンマン。はーい。じゃあ次は僕、緑の粘土だよ。パカ。緑の粘土を、ワニくんカッターで、半分こ、半分こだよ。そうしたら、今度はこっちの型に入れていくよ。ぎゅーぎゅーぎゅーっとやって、これもいらないところをヘビくんカッターで取っていくよ。よいしょ。こんな感じかな。はい、僕も完成できたよ。そうしたら、僕の紫の、粘土と、僕の緑の粘土を、合体、ぎゅーぎゅーっと合体したら、くる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 、わ、なんか出てきた。これは取っちゃいます。いくよ、開けるよ、せーの、パカ、見て見て、ほーら、紫色の丸と、あ、その前に、このいらないところをワニくんカッターで切っちゃうね。チョキンチョキン。ほーら、できたよー。僕の紫の粘土と、僕の緑の粘土で、まーる作ってみたよー。よいしょ。楽しいねー。色の違うボールができたよー。今日はしまじろうとアンパンマンと粘土で遊んだよー。
じゃあまたみんな見てね。バイバーイ。コロ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 。